ジェイミー・キャンベル・バワーは、イギリスの俳優、モデル、ミュージシャン。ティム・バートン監督、スイーニー・トットフリート街の悪魔の理髪師の、アンソニー・ホープ役で知られる。イングランド、ロンドン出身。父・デビッドは、ギブソンの役員で、母・アニーは、音楽プロデューサー。母方は、貴族の家系であり、祖,祖父は、イギリス統治時代のセント・ヴィンセント・グレナディーンの総督であった。 学費が高いことで知られる、ロンドンのパブリックスクールであるベデイルズスクールに通い、ナショナルユースミュージックシアターの正式なメンバーであったこともある。友人でもある女優ローラ・ミシェル・ケリーの紹介で仕事を、始め、スイーニー・トッドフリート街の悪魔の理髪誌に出演。ロンドンのモデル事務所セレクトモデルマネージメントに所属するファッションモデルだったこともあり、ディオールのショーなどに出演した。 また、カウンターフィットという名のバンドで音楽活動をしている。2010年、ハリー・ポッターと死の秘宝で共演したボニーライトと婚約したが、2012年に破局し、婚約を解消したと報じられた。2012年から2013年にかけてリリー・コリンズと交際した。ありがとうございます。